どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、私、こないだテレビでサッカーの試合を見てて一つ思ったことがあるの。なんだ、霊夢もスポーツ中継を見たりするのか、意外だな。まあ、単なる、にわか、なんだけどね。どの分野でも最初は誰だって、にわか、だから、気にしなくていいんだぜ。それで、何を思ったんだ？あれって、チーム内で喧嘩とか仲たがいって起きないのかしら？喧嘩や仲たがい？そりゃあ、なくはないんじゃないか？そうよね、ましてや彼らはゴリゴリの体育会系なわけだから、ちょっと意見が食い違っただけでも、チームにとっては大きな亀裂になると思うの。確かにそうかもしれないな。それってチームプレイに影響しないのかしら？例えば、絶好のタイミングでパスを出したい相手がいても、それが日頃から喧嘩してる人だったら、心のどこかでパスを出す判断を躊躇してしまうと思うの。なるほどな、その一瞬のためらいが、試合結果に影響することもあるかもしれないぜ。そういうことよ、これってあり得ることだと思わない？十分あり得ることだと思うぞ、いくらプロとはいえ、彼らも人間だからな。実は最大の敵は仲間だった、なんてことも、実際にはあると思うのよね。サッカーの試合を見ながら、えらく不穏なことを考えていたんだな。純粋に楽しく応援することはできないのか？実は最近、とある詐欺グループが仲間割れを起こして殺害するにまで発展した事件を知ったのよ。衝撃的な内容だったから、ついそれに引っ張られちゃって。仲間割れから殺人事件に？その事件、気になるんだぜ。わかりやすく教えてくれないか？それじゃ今回は、宮崎県で起きた、悲惨な詐欺師の口封じ事件、を紹介するわ。それでは、ゆっくりしていってね。この事件は、1999年に宮崎県内で保険金詐欺を働いていた5人組の詐欺グループ内で、メンバー間のトラブルが発端となり、そのうちの2人が殺害されたという事件よ。5人のグループで、そのうちの2人が殺されたということか。主犯格の人物はいたのか？ええ、一連の事件の主犯は淵上幸春という男で、当時30歳よ。この淵上が共犯者を集めて、計5人で交通事故を装った保険金詐欺を行うの。その後、淵上は共犯者のうち2人と揉めたことから、口封じも兼ねてその2人を殺害してしまうの。なるほど、殺害には口封じの意味もあったのか。詐欺事件に加えて仲間内での殺人事件とは、確かに衝撃的な内容だな。そうね、でも、私が衝撃的だと言ったのはそこじゃないのよ。え？ということは、他に何かヤバい要素があるのか？それは後ほど説明するわ。まずは事件の詳細を順を追って説明していくわね。主犯格である淵上は、この事件の前にも逮捕歴があったの。その服役中に知り合った仲間と、出所後に産業廃棄物処理会社、インタープランを立ち上げたわ。事件の前ということは、淵上はまだ20代か。それで出所後に起業するなんて、かなり行動力のある人物だったんだな。ええ、実際、頭は良かったみたいね。でもその反面、突然切れたりなど恐ろしい一面も持ち合わせていたわ。淵上を知る人物に彼の第一印象を聞くと、冷酷無比で痛いの知れない怖さがあった、と語っているわ。まあ、逮捕歴があるくらいだからな、ろくな人物じゃないのはわかるぜ。そんな淵上は会社の経営が危うくなると、資金を調達するために保険金詐欺を計画するの。淵上は同じ社内から2人に声をかけ、さらに外部から2人を集めて、淵上を含めた計5人のチームで計画を実行したわ。それが後に仲間割れを起こす5人組だな。どんな手口の詐欺をやったんだ？共犯者の1人に、車で故意の追突事故を起こさせ、保険金を騙し取るという手口よ。1999年の3月15日に宮崎市内で行われたこの計画によって、淵上たちは1400万円余りの保険金を手にするわ。そんな大金を手にしたのか。しかし、故意に追突事故を起こして保険金をもらうなんて、そんなにうまくいくものなのか？警察に怪しまれたりしなかったんだろうか。結論を言うと、今回の詐欺行為で、淵上が逮捕されることになったわ。やっぱり、警察も無能じゃなかったか。しかし逮捕されたのは淵上だけで、他の共犯者は捕まらなかったのか？最初はね、でも取り調べの中で、淵上が他の共犯者の名前を挙げたことで、後から野中晴美と長友浩二の2人が逮捕されることになるの。淵上が名前を挙げたのはその2人だけなのか、共犯者はもう2人いるはずだが、もしかして、魔理沙が想像した通りよ。後の2人は、この時すでにこの世にはいなかったわ。もう仲間割れは起きた後だったのか。警察の調べで、逮捕された3人の他にもまだ共犯者がいること、そして彼らが行方不明になってることまで分かったの。それで警察が取り調べを行ったところ、淵上はこれについて黙秘したけど、共犯者の方から他の2人を殺害したという供述が得られたのよ。
主犯の淵上は黙秘したのか、反省の色は見られないようだな。それじゃあ次は、淵上らの逮捕までに、5人の中で何があったのかを説明するわね。殺害された共犯者のうち1人は、土木作業員で当時47歳の横山文夫さんよ。この人は例の追突事故を起こす際、車を運転していた人物なの。淵上らが保険金を受け取った後、横山さんが分け前について不満を漏らしたことから、メンバー内に不穏な空気が生まれたそうよ。分け前についての不満か、なんともありがちな話なんだぜ。淵上は横山さんの不満に耳を貸さなかったのか？耳を貸さないどころか、不満を言う横山さんの存在自体を疎ましく思い始めたのよ。淵上は切れやすい性格と言っていたが、もしかしてこのことで横山さんの殺害を決意したのか？そういうことよ。淵上は横山さんを、首を絞めて殺害してしまうの。そしてその遺体を山の中にある産廃場の、車のトランクに遺棄して、車ごと埋めてしまったのよ。自分たちが運営する会社の処理場を利用したわけか。それだと遺体発見も難しそうだぜ。そうね、逮捕された共犯者の供述がなければ、警察も遺体発見には至らなかったかもしれないわ。しかしわからないぜ。私ならここまで詐欺がうまくいっていたのなら、いくら仲違いがあったとしても、わざわざもっと重い罪を重ねようとは思わないんだがな。マリサの言う通りね、いくら口封じのためとはいえ、短絡的な思考だと言えるわ。しかも、殺された共犯者はもう一人いるんだったな。その人はどんな人物だったんだ？もう一人は、淵上の会社で監査役を務めていた人物で、税理士の川添勝彦さん、当時47歳よ。川添さんは淵上に100万円以上の金を貸していて、例の保険金詐欺の後に、淵上に返済を求めたの。そりゃあ、保険金が手に入ったわけだからな、十分返せるはずなんだぜ。ところが、この催促すら淵上は気に入らなかったみたい。結果、淵上は川添さんも手にかけることに決めたのよ。とんでもないクズだな、仲間割れと聞いていたが、話を聞いているとなんだか淵上の一方的な逆恨みのような気もしてきたぜ。彼らの間でどんなやりとりがあったのかはわからないけど、そういう風にも取れるわね。そしてここからが、私がこの事件の中で最も衝撃を受けた内容になるの。さっき言ってたやつだな、なんだか怖くなってきたぜ。犯行を決意した淵上は、夜遅くに川添さんを産廃場の積み替え施設に呼び出すの。そして一緒にいた共犯者の長友に指示して、川添さんの体を拘束させたわ。体を拘束するって、具体的にどういう状態にしたんだ？粘着テープを使って、川添さんの体を板に巻きつけて固定したのよ。体の自由を奪ったまま、暴行を加えて痛めつけるためよ。なんてひどい方法なんだ。暴力で殺めようとしたってことか。ええ、でもこの方法では、川添さんの命を奪うまでには至らなかったの。業を煮やした淵上らは、別の方法でとどめを刺すことにしたわ。別の方法って？この犯行現場の近くには、普段の業務で使用しているゴミ収集車が止めてあったの。淵上らはなんと、そのゴミ収集車に川添さんを押し込み、ゴミを圧縮する回転盤のスイッチを押したの。なんだって、ゴミ収集車の中に生きた人間を入れるなんて、想像したくもないぜ。本当にその通りね。あの回転盤の力はとてつもなく強くて、鉄製の冷蔵庫すら圧縮できるほどなのよ。そこに生身の人間が巻き込まれたら、それはもうひとたまりもないわ。殺害方法が残酷すぎて言葉が出ないんだぜ。私が伝えたかった意味がわかってもらえたかしら？よくわかったぜ。こんな事件があったとは知らなかった。話を戻すと、その後淵上らは川添さんの遺体を会社が契約している西都市の産廃処理現場に埋めたの。翌日には川添さんの家族によって捜索願いが出されているわ。なるほど、逮捕された淵上たちの会社内で、捜索願いが出されている人がいれば警察が怪しむのも当然だな。そういうことね。結果、共犯者らの供述によって、横山さんと川添さんの二人が殺害されたことが判明するの。なんとも恐ろしい事件なんだぜ。その後、裁判の結果はどのようになったんだ？実は、この事件は裁判の段階になって、もう一つ衝撃的な出来事が起こるの。なんだって？まだ何かあったのか？いざ裁判が始まると、一連の事件の主犯格であり被告人の淵上が、法廷に車椅子で現れたのよ。車椅子だって？どうしてそんなことになっているんだ？そこには弁護側の強い主張が込められていたのよ。淵上の弁護側によると、彼は筋ジストロフィーという病気を抱えており、歩行が困難になっているとのことよ。その、筋ジストロフィーというのは、どんな病気なんだ？筋繊維の壊死などが起こり、進行性の筋力低下が見られる病気よ。少しずつ筋力が低下していく難病で、明確な治療法がないとされているわ。淵上が、その筋ジストロフィーにかかっていたのか。
弁護側の説明では、淵上は裁判が始まるまでに症状が悪化し、自力での歩行が困難になったそうよ。なんだか話がややこしくなってきたな。病気で筋力が低下すると言っても、少し前に淵上は横山さんの首を絞めて殺害しているんだろ？マリサの言う通り、絞殺された横山さんに対する犯行が論点になったのよ。弁護側は、被告は殺意はなく、首も絞めていない、被告は筋ジストロフィーにかかり、人の首を絞める力はなかった、と述べているわ。つまり、無罪を主張したのよ。無罪だって？そんな主張が通るはずないんだぜ。仮に淵上自身が手を下していないとしても、仲間に指示してやらせたんなら無罪はありえないだろう。そうね、これに対して、裁判では検察側が提出した淵上の検査結果などを採用したわ。人の首を圧迫する筋力があった、として、弁護側の主張を退けたの。そりゃそうだろうと思うぜ。いかに筋力が衰えていても、前科もある男だし、仲間を手にかけようとする凶悪な人間であることは間違いないからな。ところがね、弁護側もこのままでは引き下がらなかったのよ。今度は淵上の減刑を求めてきたの。理由としては、難病である筋ジストロフィーを患っていて再犯の可能性は低いため、とのことだわ。おいおい、その病気が進行していくことは事実かもしれないが、人格の面は関係ないと思うんだぜ。体が使えなくても、また詐欺などの犯罪を起こすことは可能だからな。再犯の可能性が低いというのも無理があると思うんだぜ。その通りね。案の定、検察側はこれを却下して、反社会的な人格態度はもはや更生改善が不可能。極刑はやむを得ない、と主張したわ。私も同意見だな。これまでの経緯を見ていると、淵上の更生は望めない気がするぜ。こうして検察側の主張が概ね認められる形となって、淵上には死刑判決が下ったわ。共犯者の長友との中には、それぞれ懲役12年が言い渡されてるわね。もしかして、弁護側は不服を申し立てたりしたのか？察しがいいわね。判決に対しても弁護側は、被告に考察できる体力があるとは思えない、として量刑不当を主張したわ。しかし裁判長は、一審判決に事実誤認はないとして、これを退けたの。やはりそうだろうな、判決が覆らなくて安心したぜ。ところがね、これで終わりではないのよ。後の上告審弁論で、被告側は死刑回避を求めているの。つまりこの件は最高裁までも連れ込んだということね。被告側は、あくまで病気による犯行不可能を主張し続けたんだな。もちろん、結論は変わらなかったんだけどね。最高裁においても裁判長は、動機や経緯に酌量の余地はない。犯行の対応も残忍、冷酷、と言い切って、たとえ筋ジストロフィーであっても、死刑はやむを得ない、としたわ。ちなみに、死刑を宣告された時の淵上の様子はどんな感じだったんだ？全くの無表情だったそうよ。感情をあらわにすることはなかったのか、一体何を考えていたんだろうな。ちなみに、後に淵上はこんな発言をしているわ。殺人事件をでっち上げた司法関係者に、今に見ておれと言いたい、とね。なんだか寒気がしてきたぜ、あくまで無罪だと言い張っているんだな。反省している感じはなさそうね。刑は執行されたのか？いえ、2022年現在では未執行で、淵上は福岡拘置所に収監されているわ。本人の筋ジストロフィーがどこまで進行しているかの情報はないわね。刑が執行されるまでに、病気で命を落とすなんてことだけは起きてほしくないな。日本は死刑確定から執行までの期間が長いから、その可能性があるのも事実ね。今後の情報に注目するしかないわ。というわけで、これがこの事件の全容よ。今回の話はどうだったかしら？犯行にゴミ収集車を使ったのは本当に衝撃的だったな。そんなの映画や小説でしか聞いたことないぜ。まさか、現実でそれをやってしまう人間がいるなんてね。これが日本の事件だという点も、本当に恐ろしいんだぜ。被害者も犯罪者だったとはいえ、まさか仲間割れからこんなことになるとは夢にも思わなかっただろうな。やっぱり、人はどんなに結託しているように見えても、本心でどう思っているかはわからないということね。私がサッカーの試合を見て感じたことは間違いじゃなかったのよ。しかし霊夢、スポーツ観戦の時までそんなことを考えていたら何も楽しめなくなるぞ。わかってるんだけど、この事件を知っていこう、チームや団体に関係したものを見ると、どうしても内部の揉め事を想像してしまうようになっちゃったのよ。厄介だな、想像力が豊かすぎるというか、影響を受けすぎなんだぜ。そんなだと、スラムダンク、もまともに見れなくなるぞ。言われてみればそうね、っていうか彼らは喧嘩ばかりじゃない。しまった、余計なことを言ってしまったぜ。となると、ワンピース、や、ルパン三世、もやばいわね。もういいんだぜ。それ以上言うと私と仲間割れを起こすことになるぞ。ごめんなさい、それだけは嫌ね。わかればよろしい。というわけで今回は、悲惨な詐欺師の口封じ事件、について紹介したわ。それでは、
次回もゆっくりしていってね。